電撃文庫シコルスキー G ライフの大いなる探求。最難関ダンジョンと呼ばれる欲望の樹海を抜けたその先に穏やかな草原が広がっているということを知る者は数少ない。熟練の冒険者でさえ半端な覚悟で挑めば生きて帰れぬような魔境である。踏破すること自体がまさに命を懸けた挑戦となるだろう。ならばその草原にポツンと佇む一軒家の存在を知る者は果たしてどれだけいるのか。ここか。金言な面持ちをした銃鎧に身を包んだ騎士。壮年期を過ぎたほどの年齢はすでに騎士としての全盛期をとうに終えている。だがこの地まで無傷で至ったというその事実だけでこの男の持つ実力を嫌がおうでも肯定できるだろう。騎士は小さくつぶやき、そして目の前の扉に取り付けられているキツツキを模したドアノッカーを握りしめ数回鳴らした。すると、はい、どちら様でしょう。小さく扉が開くと、そこには小柄な少女が立っていた。体躯に差があるので、少女は見上げるようにして来訪者を注視している。瑠璃色の長髪が降り注ぐ陽光に照らされて、まるで虹のような色を返す。まだあどけない顔立ちだが、自分に娘がいればこのくらいの年齢になるだろう、と、独り身の騎士は心中で独りごちる。いずれにせよ、容姿端麗な美少女に迎えられて、気分を害する男はおるまい。騎士は一度咳払いをし、片膝で立つと、そのまま頭を垂れた。さながら忠節を尽くすようなその姿勢に、少女は慌てた様子で扉をすべて開く。それがしは、チャース・ノーバ国より参った、騎士のハマジャックと申す。ここにかの高名な権勇者である、シコルスキ・ジーライフ殿が隠遁生活を送っていると聞き及び、無礼を承知で参った次第。ぜひにお目通りを願いたい。そんなかしこまらなくっても大丈夫です。いいですよ。先生どうせ暇ですし。どうぞどうぞ、こちらへ。軽い調子で少女が屋内へと手招きする。彼女は駒使いか何かだろうか。権勇者は独居の身であると聞いていた騎士ハマジャックは、多少の疑問を抱きつつもその案内に従う。あまり広い家ではないが、それでも外装からは考えられないほどに小綺麗だった。常に来客を想定しているのだろうか。隅々まで清掃が行き届いている。もっとも、権勇者が住む家と考えれば、随分と平凡なように思えたが、口に出すのははばかられた。こちらにかけてお待ちください。すぐに先生を呼びますので。かたじけない。いえいえ、お気になさらず。にっこりと少女は微笑んだ。つられて騎士も笑みを返す。それを認めた少女は、きびすを返して家主を呼びに走った。連れられた部屋は、応接間と呼ばれる場所のようだった。革張りのチェアが木目調のローテーブルを挟んで2脚ずつ、対面して置かれている。両開きの窓には、花瓶とそこに生けられた花が彩りを添えていた。他には特に目立つようなものはないが、どこか落ち着く部屋である。ちょっと先生！先ほどの少女のものとおぼしき小姉が絶叫という形で突如響いた。ついで二人分の足音がドタドタとこちらへ近づいてくる。そして扉が開け放たれ、お待たせしました、シコルスキです。一糸まとわぬすがすがしいまでに裸族の青年が爽やかな笑顔で現れた。なんで服着てないんですか？
裸でうろちょろするのやめてくださいって言ったでしょう。そして彼女は弟子のさよな君。ああどうも。じゃない、こんな形でさらっと紹介しないで。こういうのはつかみが大切なんですよ。何もつかめてないんですけど。弟子から咎められてもまるで気にせずに、権勇者と呼ばれるその青年は笑い飛ばす。権勇者は腰にまで届きそうなほどに長い銀髪をひとまとめにして垂らしている。手入れは不十分なのか、ところどころが枝毛として跳ねているが、整った容姿がそれを帳消しにしていた。あまり容姿に関しては話に上がらない男であったが、ちゃんとすれば、服を着ればかなりのものがあるだろう。状態が状態なので、シコルスキはその体型を包み隠さず披露しているが、隠遁生活を送っている割には体が引き締まっており、背丈も手足も長い。この辺りは優の血によるものだろうと騎士は一人納得した。しかし客人を迎える対応としては最悪を超えてもはやまがまがしさすらある。権勇者の無礼に対し厳しい顔をした騎士はゆっくりと椅子から立ち上がってこちらをねめつけた。ほら、お客様も怒ってますよ。すぐに謝って服を着てください。まあそう言わずに、これが我々の流儀ということにして、さよな君も脱げばどうです。ありえない形で脱衣を促してきた。腰に刺した剣に騎士が手をかける。よもや無礼打ちかと思った弟子さよなだったが、騎士は無言でその剣を床へと落とす。顔は未だ真剣そのもので、ヘラヘラしているし、シコルスキへと無言の鉄拳制裁を下すつもりなのかもしれない。それはぜひそうしてほしいとも思った。騎士は小さく何かをつぶやいた。わずかな魔力の動きを権勇者とその弟子は感じ取る。え？ついでガシャンガシャンと部屋に響く重低音。騎士が身につけていた異様を誇るその黒き重鎧はさながら脱皮のごとく分離しては落ちていき、同志とお見受けいたす。数秒後、そこには全裸の毛深いおっさんが腕組みをして突っ立っていた。いやどうやら相手の流儀でもあったようですね。ここは魔境の先にある権勇者の住処。知る人ぞ知る死と地がまばゆく輝く場所。いつか誰かがその家をこう呼んだという。変態の集積地。